英雄が数奇な運命のもとに誕生し、父を知らずに成長するというのは、神話、伝説、ロマンス、昔話などの常套手段の一つです。こんにちは、高宮俊之です。今回はですね、何回かに分けまして、アーサー王伝説、中世から現代へということで、駆け足になるかもしれませんけれども、おおよその物語の展開についてご説明をしたいというふうに思います。今日はその初回です。まず私がアーサー王伝説に入る前に、一般的な話の一つとして、なぜ英雄は父親を知らずに成長するのか、これについて皆さんと考えてみたいというふうに思います。なぜ英雄は父親を知らずに成長するのでしょうか。まずはクイズを出します。よろしいですか。生まれて間もなく両親を失い、孤児として育てられる英雄はと聞かれて、何人ぐらい、ああ、あの人もそうだ、あの昔話の主人公もそうだ、そういった該当者を挙げることができるでしょうか。この問いを少しずつ拡大させて、母親の兄弟、母親の姉妹に育てられるというのを加えれば、まあ、最近の例では、ハリー・ポッターになります。ゴドリック谷の魔法族のポッター一家に生まれたハリーは、1歳の頃、ハロウィーンに両親が殺害されたため、人間、これはマグルと言いますね。マグル生まれの魔女だった母の妹の家に預けられるという物語のスタートです。おばの家で徹底的にいじめられながら育つハリーを幼い読者ならずとも応援したくなる。まあ、そういう形で物語が劇的に始まりましたね。話はかなり飛びますけれど、我が国では例えば渡辺の綱、実際にいた人物です。953年から1025年、かなり昔の中世の英雄です。この人物、渡辺の綱も両親を知らない英雄です。実際に歴史上に存在した、実在した人物で、全国に住む何十万という渡辺という名前の方。あなたもそうかもしれませんし、あなたのお友達で渡辺さん何人もいますよね。この渡辺氏の祖先と言われる渡辺の綱も、両親の死後は、マシバと呼ばれる母方のおばに育てられます。ちなみに、東京の港区、慶応義塾があるところですが、三田綱町と呼ばれている一角があります。綱町。すなわち、ここには、綱が生まれた際に産湯として使った井戸が、三箇所も残っています。すべて江戸時代に伝説化して生まれた話であります。もう少し渡辺の綱の話を続けますと、源頼光の四天王となった綱は、京都の羅生門に鬼が出ると聞き、深夜そこに赴きます。背後から不意をつかれた綱が、髭切りと呼ばれる。要するに、男のこの髭でもうまく切れると呼ばれる刀。後には鬼切りと呼ばれましたが、これで切り払うと鬼、物語では茨城童子という名前になってますが、この鬼は片腕を残して逃げ去ります。その後、鬼押しの助言に従って、自宅でその腕を厳重に守りながら、物意味として来客を7日間、1週間、立っていきました。ところが、7日目に、この渡辺の綱を育てたおばのマシバが、老婆の姿で現れて、綱との面会を求めます。やむなく、邸内に生じ入れて、お願いだから見せてほしいと言われた、この鬼の片腕を見せたところ、老婆だったはずのおばが、鬼の姿に変身し、腕を奪い返して意気揚々と去ります。この物語の後半は、歌舞伎茨城という作品でも有名であります。ご覧になったことあるかもしれません。ここに見られる
綱の鬼退治の話は、英語で残る一番古い英雄叙事詩、ベーウォーフ、英文化の方ですと、英文学史で最初に習う作品ですが、この前半の部分とよく似ております。で、ベーウォーフの物語と綱の鬼退治、この両者の比較研究は、すでに100年以上も前から行われてきております。またここで少し脱線です。19世紀のリヒアルト・ワーグナー、有名な、オペラ、あるいは楽劇を書いた人物です。このワーグナーが中世ヨーロッパの物語を転居として作詞作曲した歌劇、あるいは楽劇には父親を知らずに成長する英雄が多く登場します。一例を挙げれば、ジークフリートの主人公、そのままジークフリートですが、父は殺され、母は分娩後、間もなく息を引き取りました。幼いジークフリートを育てるのは、小人のミーメであります。セリフをたどりますと、一目瞭然なんですが、男といってもミーメは、育児とか家事とかといった母親の伝統的な役割を担っております。ですから、この後、ジークフリートによって、立派な刀、ノートゥンクを鍛え直す。これはとてもミーメにはできないわけであります。前置きがすっかり長くなってしまいましたが、今挙げた英雄たちを持ち出すまでもなく、英雄が数奇な運命のもとに誕生し、死を知らずに成長するというのは、神話、伝説、ロマンス、昔話などの常套手段の一つです。さらに、英雄の誕生に関わる両親が、神と人間の女、あるいは野獣と女などの組み合わせなどもある。人間同士でも貫通や、あるいは近親相姦による場合もあります。極論すれば、男女の尋常な結婚からは、並外れた能力を持つ英雄は生まれないということであります。昔我が家の子供たちにこの話をしていましたら、息子が、ああ、これはうちはダメだ、と言ったことを思い出します。これはアンサオ物語を読んでいてもすぐ気がつくことであります。もちろん、すべての円卓の騎士に当てはまるわけではありませんが、ここではよく知られた例として、張本人のアーサー、それからランスロット、トリスタン、フェルスバルについて、それぞれ簡単に触れてみたいと思います。